どうも、はい、ちーです。今日ですね、10月9日に今投稿してるんですけど、3連休が明けたんですよね。で、しばらく3連休がもうやってこないっていう状態なんですが、だから、まあ学校行くのがね、めんどくせえ、行きたくねえっていう方も結構いたと思うんですけど、自分3連休の前に、10月の6、7、8の3連休で、これをやってほしいっていう動画を投稿したんですね。なんか珍しく自分のチャンネルをね、すごい見ていただいてもありがとうございました。で、そこで、自分が今やろうと思っている勉強計画をもう一回見つめ直してほしいっていう話をしたんです。ここしかないよみたいなね、話をして。で、まあそれをね、見てもらって、実際に計画を立て直した方もね、いたと思うし、それがね、がっつり時間をかけてやった方もいれば、例えばちょっとさ、そうかそうか、じゃああれやってみようかな、みたいな。ちょっと軽い感じでね、立て直した方もいると思うんですけど、どちらにせよ、今日の10月9日、まあ見たのが10日とか11日の方ももちろんいると思うんですけど、やってほしいことがあって、それと連動してね、そこで契約を立てたものを使ってやってほしい。で、何かっていうと、そこで立てたものを、まあ、今日例えば10月9日、これをやろうみたいな、まあ、その契約に則ってるかどうかわからないけどさ、これをやろうっていう勉強内容があるじゃないですか。で、これを今日やりますみたいな。で、それを実際やってみて、どうだったかっていうのを自己分析してほしいんです。どういうことかっていうと、まあやってほしいことは、例えばじゃあ今日これをやりますって決まってるでしょ？で、そのやろうと思ったものが、じゃあ実際今日10月9日にできたかできなかったかって、まずここが大事。こなせたのかこなせなかったのかって。で、当然、こなせなかった方は、その量が自分に合ってないから、これはもう立て直すしかないわけよ。だって、今日できなかったら明日できねえって、っていう話だからね、立て直しましょう。で、それは当然なんだけど、もう一個、こなせた方、できたよっていう方の中でも、やっってみて、あれちょっと多くねえかなこれみたいな、できたけどこなせたけどっていう方もいると思うんですね。その方ぜひ自分に素直になってそれも変えてください。そんな大げさにめちゃくちゃ変えなくていいんだけど、例えば1日やるページ数とか問題数をちょっと減らした方がいい。目標っていうかその計画っていうのは、そのね、こなすことが大事なんだけど、もっと大事なのはこなし続けることが大事なの。まあ、継続は力なりじゃないんだけど、こなし続けなきゃいけない。で、今日もクリアして、明日もクリアして、そのクリアを続けることが非常に大事なので、今日ね、3連休明けの初日だよ、に、やべ、厳しい、と思ってる方は多分だんだん厳しくなってくる。だんだんこう首を絞められてる感じになって、いつかクリアできないタイミングが出てきてしまうかもしれないから、であれば先に修正した方がいいです。うん。でね、計画っていうのは別にいつ修正しても構わないの。全然後半になっても全然修正してほしいと思ってる人なんだけど、実際にその計画を修正するとね、後になればなるほど自分の自己嫌悪の方にね、行っちゃう子が非常に多いのね。で、どう思うかっていうと、まあ、こうやってやってきたよ。頑張ってやってきたの。ちょっと無理をしたかもしれないけど、やってきたの。こなしてきたけど、あー無理だと思って契約を変えたら、頑張ってきた自分が、そのレベルが下がる感じ。頑張れてたのに頑張れなくなりました、みたいな風に感じちゃうんだよね。そうすると、すごい自信がなくなるの、その瞬間に。いや、自分はさっきも言ったように、計画を立て直すっていうのは、どのタイミングでも構わないんで、そんなこと全然ないんだよ。自分のために変えては、自分が成長するために計画を変えてるんだから、構わないんだけど、でも自分がどうこう言ったとしても、本人が、ああ、やっぱ私ダメだ、と思っちゃったら、それが答えになっちゃうから、だからそうなってしまうんだったら、早い段階で変えてしまった方がいい、計画っていうのは。で、なんでこのタイミングでそれをお願いするかっていうと、3連休前、まあ3連休のね、最終日とかにこのあの動画を見た方もいると思うんですけど、やっぱり連休中、まあ連休前っていうのは、今から3日休みだからって言っても気が大きくなるというか、ちょっと気が楽になってる状態。ちょっと安心というか、ね、急に余裕があるんだよ、気持ちに。状態だし、で、あとは、まあそうじゃなくても、やる気になってる時ってありません？よっしゃ、やるぞみたいな。頑張れっぞみたいな。時に立てた計画っていうのは非常に危ないのね。なぜかっていうと、まあ、気持ちに余裕がある時もそうだし、やる気になってる時もそうなんですけど、あれもこれもできる気がするの。やる気になってたりするから。だから、その計画の中に詰め込みすぎちゃうの。自分が思ってるよりも。で、それ当然、やる気になってその燃えたぎってる状態が受験まで全部続けばいいよ、毎日。続けばいい。絶対無理なの、そんなの。やる気になってる状態って1日か2日で切れるから。電源が1回ポチッつって。で、そのテンションが下がって落ちた時にやる気になって立てた契約のこの量をこなせるかって言ったらこなせるわけないんだよ。
そう。だから、その分の修正が必要で、で、この3連休明けた時、もちろん、学校が楽しみでしょうがねえ、ウキウキだぜって方は違うかもしれないけど、まあ、大体の方が、めんどくせえやだなって思って行った方が多いと思うんだよね。ってことは、気落ちしてるの。もう学校が始まった時点で今日。気落ちしてるこの状態で、勉強やってみました。どうだったのって。この気落ちしてる状態で、ああ、でも大丈夫かもって思ってたら、下の気落ちて下がね、下の段階でできる状態だったら、もちろんやる気になってもこなせるわけじゃん。そう、いいレベルの設定ができるので、勉強契約を立て直せとまでは言わないの。そこまで大げさなことをしなくて構わないので、量的に大丈夫かなっていう、ちょっとすり合わせる感じを、ぜひ、まあ、この動画を見てくれた今日で構わないので、少し今の自分の契約っていう量の部分を、考え直すというか、見つめ直してもらえたらと思いますので、ぜひね、やってみてください。